こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は、三菱鉛筆の多機能ペン、ピュアモルトのジェットストリームインサイド 4&1 限定色カーマインと、まあ、こちら見ていただいたらわかる通り、ハンカチとの抱き合わせセットですね。で、ちょっと値段が上がってるという商品の紹介です。今回の動画も最後まで見ていただけたら嬉しいです。そして高評価とチャンネル登録をしていただけたらさらに嬉しいです。では見てみましょう。こちらの商品なんですけれど、まあまたちょっとあの文房具専門店に行った時にまあちょっと置いてあったんで、実はこのジェットストリームインサイド、ピュアモルトのジェットストリームインサイドの限定カラーはちょっとどうしようか迷ってたんですけど、なかなか買えずで、こちらの商品なんですけど、2018年の12月19日発売された商品が、さらにこんな形で、まあパッケージングされて、2020年の4月頃また追加で発売されたという商品になります。まあちょっと見ていってみましょうか。で、こちらが、カーマイン軸になります。で、こちらもなんか若年層にウイスキーが人気になったことから、まあ、ピュアモルトシリーズにカジュアルラインということで、まあ、簡単にカジュアルにお持ちいただけるとのことで、ニューカラー、限定カラーとしてラインナップされたという商品で、まあ、2018年の12月に発売されてたんですけれど、その時点ではこのカーマインとネイビーっていう2色展開で、限定カラーが発売されて、その後、今年2020年の4月に、カッパーゴールドが発売されたという形の商品で、まあこれがね、一番人気ないんですけど、今現在ちなみにね、アマゾン価格がカーマインは4980円です。で、ネイビーが9980円で、カッパーゴールドは7980円と、まあ3倍から何倍っていう、4倍、5倍っていう値段で売られてる商品になってしまっています。まあ、中身はね、当然ジェットストリームなんで、まあ、癖になる掛け味、ジェットストリームインサイドという形の商品にはなっています。で、まあ、これが僕普段使ってるピュアモルトですね。まあ、こうやって見ると、全く同じデザインということで、まあ、軸のほんまにカラーが違うというだけの商品になっています。まあ、なかなか綺麗ですよね、こちら。まあ、どっちかというと、この、こっちと比べた方が、いいかなっていうふうに思いますね。若干ね、細いんで、よりは若干こちらの、ピュアモルトジェットストリームインサイドの方が、僕的にはちょっと書きやすいかなっていうふうには思っています。まあ、なのでまあ、赤軸限定とかなると、こっちよりもちょっと頻度が高く出てくるかななんてちょっと思ったりもしていますね。でもまあ、これも綺麗なんですけど、これもなかなかやっぱ綺麗な色ですよね。これは今回ちょっと買いかなっていうふうに思いました。しかもこれね、実は定価よりも安く買えたので、これ、ハンカチ付きで2200円プラス税という形の商品だったんですけれど、まあこれね、よく見ると、こう、鉛筆か何かのデザインがされてるというハンカチ。まあ何パターンか売ってたんですけれど、それにプラスして、まあ、売ってたという商品。になります。で、実際にも2割引きショップだったので、まあ、1700いくらに税っていう形なので、まあ、定価よりも、まあ、こちら定価2000プラス、本体だけなら2000プラス税なので、若干安く買えたかなっていうふうには思います。まあ、それにしてもね、まだ Amazon で4980円とかで取り扱われているので、2.5 倍ですか。まあまあ、どうなんでしょうね。まあ、確かに売ってないから欲しくなるのはまあ人の心なんでもうしょうがないとは思うんですけれど、これはなかなかいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。これなかなかかっこいいですよね。まあ、書き味はもうジェットストリームから間違いない。なんかね、この出た時に単色のカーマインあったんですけど、それよりもかなり落ち着いた感じの色で、まあこちらですね。これに比べたら、なかなかこっちの色はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、ネイビーやったらネイビー欲しかったんですけど、これはこれだけしか売ってなかったんですけど、まあ、これもなかなかちょっと気に入っています。まあ、揃ってるからいいかなぐらいの話で、まあ、こちらもちょっとどんどん使っていきたい
ていうか、まあ、筆箱紹介に使っていこうかなと思ってますので、まあ、またこれ限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録。まあ、ということで三菱鉛筆の多機能ペンピュアモルトということで、もう性能に関してはもう申し分ないですよね。やっぱほんまにちょっとこっちもガンガン使ってるんで、これも使っていって、こうちょっとツヤがもうちょっと出るようになったらいいなっていうふうには思いますね。これなかなかいいカラーかなってちょっと思います。まあ、ということで本日はちょっとミニ動画っぽくなっちゃったんですけど、と三菱鉛筆の多機能ペンピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 の限定カラーカーマインの紹介でした。また限定品に限らず、まあ、通常商品もいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録の方お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。